お疲れ様です。88話の方を拝見しましたまあ補足動画の方はねあの受け取ってもらえたっていうのはまあ多分そうだろうなと思いましたどちらかというと本編の方はタカさん以外にも分かるようにちょっと柔らかくしてるわけなんですよねでやっぱ補足動画とかたまに送る限定動画っていうのは、まあ、これはですねやっぱこう闇の部分というか本音の部分というか <laughs> うんまあでもね本当のことって、えー、やっぱね受け取れるんですよね うん、この嘘ばかりの世の中ね、うんまあ、ちょっとこの辺の前置きはなくしてですね本編ちょっと語っていこうと思いますけども、うんまあ、やっぱりね稼ぎ手とそれからそれ以外の家族この分類したと思いますお金を稼ぐ行動以外は全部消費活動してるんだよってことですよねじゃあ毎月30万とか50万とか100万をコンスタントに稼ぎ続けて何ヶ月も何年も踏ん張ってる人とねそれを使うだけ基本的には使うだけで 仮に共働きなどで稼いだとしてもその金額が自分の暮らしに責任がない人とこれ気持ちが一致することはありますかね分かんないですよねやっぱりねあの好きとか嫌いとか自分の人生の余裕とかなんかそんなん関係なく結果的に30万50万時には100万がずっと稼げないと成り立たない人生をもう余儀なくされてる人とそれからあ今月なんかノルマこなせなかったなまあいいやと思う人と 見てる方向全然違うわけですよまあ言ってみれば共働きをねされてる方専業主婦を抱えてらっしゃる方いると思いますけどもあの、まあ、自分以外の稼ぎって生活に影響ないわけなんですよ。うんでも多分ねタカさんをはじめ世のお父さんっていうのは自分の稼ぎが失敗した時に家族の滅亡につながるんですよねだから自分の好き勝手善悪抜きにしてもう一つとってこないといけないのが。 結果的なな売上なんですよそれがなければ家族の中で一員として評価されないっていう厳しいね最低まで食らうんですよねもっと言ったら稼ぎ続けても全然尊重されないまあいわゆるゴミ扱いをされるのが世のお父さんなわけですよねなんでこんな悲惨な目に遭うんでしょうかねそれはお金を稼ぐことの意義とか大変さとか苦悩っていうのを全く理解してなくって自動的にお金が入ってるわみたいな感覚なんですよだからね 他の人の稼ぎで食う人ってこういう感覚なんですよ。いわゆる補助金付けの中間団体とかあんな感じですよね。うん、なんかお金入ってくるわ。よかった。使おう。みたいな感じですよね。で、足りなかったら足りないよっていうだけなんですよ。うん。だから、ウージャパージャっていうね、表現たまに言いますけども、<laughs> ウージャパージャ言うだけなんですよ。でも実際に苦しみや苦悩をこらえて、現金をもぎ取ってくる人っていうのは、これは孤独ですよ。誰かが褒めてくれるわけでもないですし、 うん、例えばねあなたのおかげで暮らしていけますみたいなことをね表現してもらえるわけでもないですしそれを期待するもんでもないですしねだから一生これは家族といえども全然愛互いるところじゃないかなと思うんですよ、まあ、つまりはあの消費されていくのは駆逐されていくのがいつも稼ぎ手だってことなんですよね、まあ、これは覚悟しないといけないんじゃないですかねいや大変なもんしてるねなんか手伝うことないって言っても手伝えないですもんねじゃあ 代わりに半分でもいいから稼いでくんないって言ったら半分もできないわけですからそれをまた押し付けることもできないですしねだからいわゆる男は辛いようじゃないですけども、まあ、そういう茨の道を自分で選んでしまったってことで誰のせいでもないよねと自分で選んだことだよねと結局精神力を高めていかなければ身を削っていかなければもう私たちの人生っていうのは成り立たないしもう誰も許してくれなくってそれこそね荷物をまとめて出ていきますみたいなねそんなことを 人質に取られてるわけですよでむしろね早く出て行ってくれっていう風のね人も結構いるみたいですけどねそうなってくるとバレてもいいから浮気するとかね家に帰らずにどっかでね法当の会議を尽くすみたいになったりとかもうアホらしいとこいつらのために自分の人生に犠牲してたまるかみたいな臨界点を超えることもあるんで結構ね男性の方から持ち出す離婚話っていうのは意志が強いわけですよね、まあ、それは家族が負担になったからもうどっかいなくなってくれっていう正直な気持ちだと思いますけどもでもやっぱりね そこまで気持ちがあ持っていけない小心者もまた男性のお真実ではあるわけなんですよ。で結局は小づかれてもバカにされても尊重されなくても感謝されなくても我慢して洗面器に水を張ってねそこに首をつくんだ状態で死ぬまでやるしかないと。で日本人の男性の平均年齢が女性に比べて低いいろんな説がありますけども簡単です。男性が早死にするんですよ自殺でね。 働いている途中、家族を抱えることが嫌になって死んでしまうんですよ。それは平均年齢下がりますよね。でもおかげで、女性の方は平均年齢が高くなるというね。うん。これこそまさにかっこよく言えば、命をかけて、えー、好きな家族や女性を文字より守ったってことなのかなと。まあ、こんなね、ことでいいんでしょうかと思いますけども。うん、まあ、その中でね、戦ってるんじゃないですか。うん、まあ、もはやね、そういう思考をなくして、うん まあここののぐらいいいいかすり傷には耐えていかないかなってななととっうろですよでもそうなってくると例えば家族の泣き言っていうのは本当遊んでんなぁと思わせるところもあるんじゃないかなと思います。まあそれはね大きな心いわゆる包容力でしっかりと包んでいくしかないかなってことでございますね。世の中にはね一つ大きな法則があります。できる人ほどこき使われるってやつです <laughs> あの。サラリーマンをされていたらわかると思いますけども 最もミッションが与えられるのが負荷がかかるのが最も有能な人なんですよ。使い物にならない人には何の課題もノルマも来ないんですよね。だからいわゆる給料泥棒ってことが生まれるんですよ。でも賢く生きるんだったらこういうふうに給料泥棒をすることであり誰かに粘着して生きることなんですよね。楽ちんでやっていけるわけですから。ただその楽ちんで生きる方法っていうのもこれまたね。 そう簡単にはいいかないんですよまあ専業主婦もしくは稼いでも稼がなくてもいいような共働きをしている方確かにいると思いますけどもじゃあその人がねその地位を得るのに、まあ、何だったんだろうかってことですよ。そうしようと思っても結局中ブラリンで30過ぎたり40過ぎたりしていつになったら自分の理想の人がられるのかなっていうふうに王子様を待ち続ける女性もいますしね。 詳しくは YouTube チャンネル「女の園」っていうねやつを見ていただければと思いますけどもまあ時間の無駄になりますんであんまり見ない方がいいと思います、まあ、私たちはね限られた時間で求められた結果を絶対出さないといけないんでそれこそ寝る間もなく食う暇もなく自分の人生をかなぐり捨ててなぜかやらなければならないんですよねさあそして今回の動画の最後にね一つちょっとこう問いかけを出したいと思います 幸せってて何ででしたっけっけことなんですよ、ね、幸せは人それぞれっていう答えがすぐ返ってくるような気がしますけども人それぞれはいいんだけどもあなたにとっての幸せはどう思ってるんですかってことなんですよね人それぞれはその他人のことはどうでもいいんですよね対話をしている以上あなたはどう思いますかってことなんで今回高さんなりのね自分に対しての幸せを今の時点で構いませんのでちょっと聞かせていただければなと思います いかかでしょうかね、まあ、当然聞く以上はじゃあ久保さんにとって幸せは何でしょうかってことになると思いますけども何でしょうかね幸せというのは <laughs> 私はすごくシンプルで戦争がなければ幸せだと思います戦争が起きれば私自身も戦場に行くでしょうし私の多分子供も将来そういうことになるでしょうだからね少なくともね 戦争を利用して豊かになるような世界にいませんのでそれだけの支配権はありませんからどちらかというと戦争は不幸しかかなないのかなと思うんですよあとその戦争がなければ幸せっていうのは自力で作っていけると思いますだから私にとっての幸せっていうのはものすごく大雑把ですけどもまあ戦争がないことかなと思いますよねこれ誰よりも戦争を意識して戦うという現場に身を置いてきたところ結局そこに行き着いたんですよ ビジネスでも実際のバトルでも争いがなければなんていいだろうと思いますでも私たちは多分生涯争いの場にいるんですよビジネスという戦場でねビジネスは失敗すると死ぬんですよでもそんなこと誰も分かんないですよね戦場にいないんでタカさんもそうですけども私も同じ戦場にいるんですよそしていつか男の子として生まれた自分の子供にも戦場での戦い方を教えないといけないですよね 残念ながら戦って傷を負うのは男性なんですよねいつもね <laughs> 仕方がないですよねこれは男として生まれて女性を戦地に送り出して女性に稼ぎに行かせてね後方でのんびりと構えてるわけにはいきませんからまあそのぐらいのお得気は出していかないとなとそして不利で損だと分かっていてもその道をポツンと一人で進んでいきましょうまあそれがね何と言いますかね うん、ダンディズムってもんじゃないですかそれにたった一人酔いしれて誰にも分かってもらえなくてもいいむしろ分かってもらうなんて思わないというふうに自分がたった一人の道を歩んでいくことを覚悟するところからもまあ孤軍奮闘ではないですけどね、うんまあ、そういうふうな幸せの道があるんではなかろうかと思って旅をしていこうかなって言ってざいます。まあたまにね たまに振り返ればそこに変わらぬ笑顔と家族がいればいいかなとほんのりと思っているくらいでいいのかなというところですよね。まあなんせこいつら俺が抱えていかないと一体社会の誰が面倒見てくれるんだよぐらいの気持ちで背中に背負った家族ってものをねどんなに惨めになってもいいから抱え続けていくぐらいの男気を出してもいいんじゃないかなというところでございますね。 はい、それでは今日は89話をお送りしましたけども最後にね問いかけを出させてもらいました高さんにとって幸せってのは何だったでしょうかね何なんでしょうかね <laughs> まあこれについて一旦他人に伝えるつもりで言葉にしてみてはいかがでしょうかそれでは今日は以上ですお疲れ様です